林三清は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、自民党幹事長代理兼自民党選対委員長代理、父は環境庁長官や衆議院議員を務めた林大官、国土交通副大臣、衆議院国土交通委員長、国家公安委員会委員長兼沖縄及び 国方対策担当大臣兼防災担当大臣、衆議院議員運営委員長、自民党筆頭副幹事長、経済産業大臣兼内閣府、特命担当大臣を歴任した。千葉県、香取郡党の省庁生まれ。現住所は、調子市清川町4丁目。千葉県立沢良高等学校、日本大学芸術学部文芸学科卒業。大学卒業後は、 小松川後期の従業員を経て、父、林大官の秘書を務める。1983年、千葉県議会議員選挙に出馬し、初当選した。県議は1993年まで3期10年、務める。1993年、第40回衆議院議員総選挙に、旧千葉2区から自由民主党公認で出馬し、得票数3位で当選した。以後、 八期連続当選。2003年、第1次小泉第2次改造内閣で、国土交通副大臣に任命され、第2次小泉内閣まで務める。2008年、福田康夫改造内閣で、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣に任命され、初入閣したが、福田康夫首相は、内閣改造の約1ヶ月後に退陣を表明したため、 わずか54日で閣僚を退任した。2009年、麻生内閣で、前年同様、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣に任命されるが、自民党は、同年の第45回衆議院議員総選挙で大敗し、麻生内閣は大臣。わずか2ヶ月程度で、再び閣僚を退任した。総選挙では、現職の閣僚ながら、千葉10区で、 民主党新人の矢田川元に敗れ、重複立候補していた比例南関東ブロックで復活した。2011年、同じ近未来政治研究会に所属していたあき明が立ち上げた最高日本に参加。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、千葉10区で民主党の矢田川を破り、7選。選挙後、 結成以来所属していた近未来政治研究会での石原信明の会長就任を受けて退会し、志卒会へ移籍。2回、年広会長の下で、志卒会副会長を務める。2013年1月、自民党治安テロ対策調査会長に就任。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、千葉10区で、 再び民主党の矢田川を破り、八戦。2015年10月7日、第三次安倍第一次改造内閣で、経済産業大臣、産業競争力担当大臣、原子力経済被害担当大臣、内閣府特命担当大臣に任命された。2016年8月3日、大臣を退任し、自民党幹事長代理に就任。2017年8月3日、 選挙対策委員長代理を兼務する。同年の第48回衆議院議員総選挙は、矢田川が希望の党公人となったがそれを退け、休戦。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で自民党内期の73歳定年制により、小選挙区単独の出馬となった上、立憲民主党から出馬した矢田川に迫られ落選の、 危機であったが新章し重戦。ありがとうございます。